はい、今日は物体検出のモジュールである YOLO V5 で、トレインパイで学習をさせた後に、その、ベストモデルが未知の画像に対してどれだけの精度で検出ができているかという精度検証を行う。トレインパイの後のバルパイっていうやつですね。バリデイト。パイの、で精度検証をやる手順について説明したいと思います。さっき初めてうまくいったので、その喜びを表現したいと思います。まずアナコンダですね。アナコンダナビゲーター起動します。ちょっとまあ時間かかるんだよね。いろいろなんか何してるんだろうな。プリペアリングインターフェースとか何とかで、これが出ます。で、これでエンバイロンメントですね、この左ので。これベースっていうのがあるんですけども、この PyTorch RTX 4060Ti っていう環境を作ってあるので、このパソコンはこの RTX 4060Ti 16GB 私費購入の GPU が入ってますが、それ用の環境をクリックして、で、今度はこの右向きの矢印が緑になったら、これを押して、で、オープンターミナルですね、この上の方。そうすると、このコマンドライン、ドス窓っていうやつが開きますんで、で、こっちはちっちゃくしておくと。こっちの後ろのやつはちっちゃくしといて、これがいわゆるコマンドラインというかコンソールというかドスモード。で、ここで D ドライブにチェンジする。で、YOLO V5 というフォルダーに私は全部入れてあるの。YOLO V5 に CD、チェンジディレクトリ CD。で、この中には、メガワという場所の2019年の、被害区分が3クラス。で、学習用と検証用に70対30、7対3に分けたやつのデータセットがここにありますんで、このメガは CD ですね。CD のメガは2019、3 in 3の7030。で、これが、作業フォルダになります。で、まあ、この中、ディレクトリーでバーッといろいろなんかあるんですが、ここにトレインパイっていうのがどっかにあるはずですね。トレインパイがあって、バルパイはここにありますね。これがその Python のプログラム。別に私が書いたわけじゃないですよ、これね。ウルトラリティクスというサイトがあるんで。で、ここで、まずですね、で、データ構成を見ていただくと、この D ドライブの下の、YOLO V5 の下に、このさっきの2019-3-in-3-7030。で、ここに Runs っていうのがあって、これが実行したやつで、学習と VAL ね。で、Train でいっぱいやりました。モデルが S、M、L、X っていうふうに、スモール、ミディアム、ラージ、エクストララージっていうモデルがあって、まあ、X が一番精度が高いと言われてるんですが、まあ、学習するのに時間がかかると。で、まあ、L モデルが、まあ、精度は高い、そこそこ高くて、その代わり、結構時間もかかるというので、例えば、そうだな、じゃあ L にしようか。で、L もいっぱい、このバッチ16で、エポックが50、100、200とかいっぱい試したんですけども、このうちのまあね、50でいくか。ちなみに50の結果グラフはこんな感じで、まあ一応精度を表すのはこの MAP0.5 というやつで、まあコンマ8いくつまでは上がってるんだけども、で、下がエポック数ですね。で、この
検証用のバリデーション用のデータのオブジェクトロスがこう上がっていったりすると化学臭が起きているというふうに判断されて、これが上がらないところで止める方がいいっていう説もあれば、多少上がっててもいいっていう説もあるんですが、まあとりあえず50で、打ち止めにした場合の、まあオブジェクトロスはまああんまり上昇傾向にはないとこなんで、まあこれでやってみますが、でこの50ですね、エポック50の時の、ウェイトで一番いいのがこのベストポツ PT というやつなんです。90メガバイトありますが、これバイナリーファイルなんで開けても見れませんけども、このベスト PT を、コピーします。でどこにコピーするかというと、データの下の、テストの下、ここにさっきちょっとこれさっきのやつ残ってるんですが、ここにコントロール V で上書きします。あれ上書きできんな、今のランズの、もう一回ランズのウェイト、このベスト PT ですね、コントロール C で、これをテストの直下にコピーします。バイル置き換え、はい、90で、このデータファイルの構成ですけども、トレインっていうのがさっき言った7割ですね。これメガの2019のデータを私がバリデーションじゃなくて、アノテーションしたデータで、トレイン、ここにイメージが、613枚あって、ラベル、これも私がアノテーションしたラベル、こんな感じでクラスが0、1、2で、あとこれは座標なんですけど、ボックスのというのが613枚あります。でバリッドの方には残りの3割ですね、これが263枚の画像と263枚のテキストがあります。でこのトレインとバリッドの、2つを使って学習を行ってベスト PT というのが決まります。で、その学習に使ってないデータを別に用意します。これが、同じくメガワという場所なんですが、2018年のデータを私最初にアノテーションしたんですが、これが294枚のテスト用のデータ、まだ検出してないデータですね。でラベルも294枚あります。これも0、1、2の3クラス。でこのテストの中の、トレインとバリッドでベストモデルを作って、そのベストモデルを、入れたもので、未知の294枚の画像で検証して結果を出すというのが、今からやろうとすることです。でここに、その命令を書くんですが、Python で Valpy のさっき打ち込んだやつを、さっき打ち込んだこれを見ながら打ち込みますよ。バルパイの、こっちか。ポツポツでウェイトはデータフォルダの下のテストの下、今コピーしたやつですね、上書きで。のベスト PT ですね。L モデルのエポック50でやめたやつ。で、ひくひくのデータは、ポツデータの下のデータポツ YAML。これがデータ構造を書いてあるやつですね。トレインとテストと、トレインとバルと、トレインとバリッドとテストと3つフォルダがあって、その下にイメージズとラベルズっていう2つのフォルダがあります。D の、ヨーロ V5 でしょ、7030の、ここにさっきのトレインですね、トレインの下にイメージズとラベルズがあっ
ってという構造が書いてあるファイルで、データ YAML というやつ。トレインはデータのトレインのイメージ図にあって、バルはデータのバリッドのイメージ図になって、テストはデータのテストのイメージ図にあって、ナンバーオブクラスが3で、ネームズがレッド、イエロー、ブランチという、まあ、この葉っぱの色というかね、まあ、疲れのあれなんですけども、が書いてあると。で、データポツや YAML ね、YAML と読むのかどうなのかしますね。で、なんかポツポツのイメージの640っていらないのかもしれませんが、で、ここが大事なところでタスク。タスクはテストという。テストというフォルダのデータを使いますよっていうので、これを指定しないと、バルのデータのセットが使われて、トレインの時の結果出力と同じものがただで、の一部が出てくるだけなので、ここで必ずテストと指定しないとダメだというのを、さっき、このペンギンのチュートリアルのあれがあって、これはね、どこか北欧かどこかのから北欧かどこかの研究者の、チュートリアルがあって、あれどこ行ったかな、がこれですね。このこのドクターリヒグルアリエっていう PhD ですね、ドクターオブフィロソフィー、2022年マーチ14に Practical Guide for Object Detection with YOLOv5 Algorithm っていうのであって、それでこのところにバリデーションというのがあって、VAL PI を使ってテストデータを